埼玉県鴻巣市。ここに医薬品の卸販売を行う企業の物流センターがある。取り扱う商品は16,000種類以上、1点からの納品にも対応している。それを可能にしているのが、仕分け作業用のカートについているこの端末。次に必要な商品と点数がその都度モニターに表示される。手順通りに、カートの表示通りにしていれば、商品違いは全くないです。トップス21と呼ばれるこのシステムの導入で納品ミスは激減。その一方、年間15億円のコスト削減を実現させたという。さまざまな改革に着手し、成長を続ける株式会社オーキー。その背景には強力なリーダーシップの存在があった。オーキーを牽引する松井秀夫が描く流通業の新たなビジネスモデル、その全容に迫る。リーダー&イノベーション、賢者の選択。リーダー&イノベーション、賢者の選択。ナビゲーターの蟹瀬誠一です。白石美希です。今年は東日本大震災によってね、普通の年だったら気がつかないこと、ずいぶんいくつもこう気づかされたということあるような気がするんですね、はい、白石さんもあったんじゃないですかね。ありました。改めてハッとしましたけど、私はそんな中の一つが物流だと思うんですね、やはり届けたい荷物がうまく届かない、欲しいと思っている荷物が受け取る側にとっても今度はまた届かないと、そういう意味では今の現代社会にとってこの物流っていうのはですね、本当にこう社会のね、大事なインフラだという気がします。ただこの物流の業界も今、新しいインターネット、あるいはいろいろなその業態の変化によってですね、変化をやっぱり強いられているんですね。というわけで今回は大衆薬専業卸のオンリーワン企業として、物流の改革に取り組む企業に着目いたしまして、新たな事業領域の拡大と営業戦略、これを見ていきたいと思います。それでは早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。株式会社オーキー代表取締役会長兼社長、松井秀夫さんです。よろしくお願いします。どうも、よろしく。どうもお忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですが、はい、数多い物流企業の中にあって株式会社オーキーの特徴を一言で言い表すと何でしょうか。はい、昔からの問屋にね、はい、哲学と科学を持ち込んだ会社、はい、というふうに、はい、面白そうですね。そうですね。ちなみにですね、オーキーは医薬品、衛生雑貨、乳製品、健康食品の流通部門を担い、家庭で消費されるこれらの商品の薬局、薬店、スーパー、デパートなどへの卸売販売を主な事業としております。はい、ということで今回この番組では企業の変革を表す3つのキーワードとともに進行させていただきますが、はい、ではまず最初の変革、そのキーワードは何でしょうか。流通コストのナショナルミニマムが最初のキーワード。ちょっと難しそうですけども、はい、実は面白そうですね。じっくりお話伺ってまいりたいと思います。どうぞ。ありがとうございます。株式会社オーキー代表取締役会長兼社長、松井秀夫。1942年東京都出身。慶応義塾大学経済学部卒業後、小松製作所に入社。1972年株式会社オーキーに入社。人事課長、総務部長などを経て、1996年に代表取締役社長、2010年には代表取締役会長に就任、現在に至る。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。物流というのは大変面白い世界だと思いますんでね。はい、オーキーはですね、350年という長い歴史を持つ会社なんですけども、いつ頃どういった会社として創業されたんですか。1658年、はい、振り袖火事というね、はい、ありましたね。あの火事の頃ですよ。うん、オーキー御造園本舗という形で、御造園、大木御造園というのを作って売る、お店を作ったと。それが始まりなんですよ。だから時代劇で見る、そう、あの映画のシーンの中にあっても全然不思議がない、全然不思議がないということですよね。
松井社長はもともとは小松にいらっしゃった、小松製作所にいました。そして、これ昭和の47年ですかね、大きに入社されてますけど、この辺りの経緯っていうのはどういうことがあったんですか。はい、350年の歴史の中で昭和46年にいろいろあってね、この一回整理をする場面ですね、で経営体制の一新をするという場面があって、そこに私の女房の親父が、ロート製薬の専務をやってましてね、でこの再建を引き受けるということになったんです。それで私が、ある人に仲介があってですね、親父をちゃんと手伝えというのでこの会社に来た。そうなんですか、じゃあそれは出足から大変大きな仕事を任されたと、そうですね、いうことになるんですね。創業よりもね、借金がある状態でスタートしましたから、創業の方がよっぽど楽だったと思いますけどね。だけどそうすると会社内部の状況っていうのは決して良くなかった、だけど経営方針というのは当然あったわけですよね、そのあたりはどうだったんですか。結局その350年の中で、よくね、テレビでもあるように番頭さんとデッチさんがやってる問屋でしたから、だから本当の意味で企業という体を成していない、それが経営の砂鉄を起こした元だったんで、それを変えるところからね、始めたというのが、言ってみればその働いてる人たちの意識の改革が必要だし、経営としてのこの財務三表っていうんでしょうかね、バランスシートだとか、どのぐらい入ってきてどのぐらい出てくるのかって、そのあたりからもきちんと管理しなきゃいけないという状況だったってことですかね。管理じゃなくて作らなきゃいけなかった。そうか、そうか、普通再建をする責任者というのは、取締役の専務とか何とかであれしますけど、私は人事課長を選んでこの会社に入ったんですよ。それはまたどういう理由で。結局、ダメになる会社はね、やっぱり人がダメなんですよ。人がダメだから仕事がうまく回っていかない、組織にならない、そういうことですから、人事課長で入社して、まず人から立て直していく。それで組合を作って、中国取得がないですから、調印する相手を作らなきゃいけないんで、組合を作ってというところから始めたんです、会社としてのね、現在の形を作っていくということだと思うんですけど、今の時代ちょっと飛びましてね、今のその流通業界の状況ですね、それから大木という会社の、今の業績といいますか、この辺りというのはどんな感じなんですか。私のところは、大衆薬を中心にした流通をやっていますけれども、この大衆薬の流通量というのはですね、残念ながらずっと1998年頃大体8000億ぐらいの蔵出し額でね、蔵出し額で8000億ぐらいだったんですけど、ずっと右肩下がりで、現在6000億ぐらいまで下がっているんですよ。そういう中でいろんなことを考えながら、業績を、確実に伸ばしてきたと、いろいろ苦労もありますけれども、その今おっしゃったように全業態としての全体としては右肩下がりだと、しかしそんな中で大きな右肩上がりだと、このあたりの秘密っていうのはどういうことなんですか。そこがですね、哲学と科学を持ち込んで、とそこにつながってくると私は思っているんですけれども、もうちょっと具体的に教えていただけますか。お仕事は基本的にはサービス業ですから、社員が仕事をしていく、その社員がやっぱり何のために働くか、何のために仕事をしていくか、ということをはっきり認識しないとね、やっぱり業績につながってこない、それは ある意味哲学ですよ。それと問屋ってさ、時代劇水戸黄門がね、あれするときに必ず問屋は悪代官と組んで、
で、いや私は知りませんとか言ってね、まあ、そうですね、でとかいう、それが大体米問屋か、材木問屋とかさ、ね、で買い占めをして、で悪いイメージじゃないですか、まあ、ちょうどその頃は、東大の先生が、商社無用論とか問屋無用論というのを唱えている時でね、まあ、流通の真ん中はもういらないという話ですね。そう、いらないと仕事の意義がないじゃないかと、まあ、そういうことはやっぱりモラルが下がりますよね、まあ、そこをちゃんとしていくと、なんで我々はこの流通をやっていくんだ、流通の意義って何だということを、はっきりさせようと、それを見える形でどういうシステムっていうか、なんかそういうものにされたんですか。問屋って一つに見えますけど、実は機能はたくさんあるんですよね、はい、でその問屋の機能というのをずっとこう分けてね、分析してみて、分析してみて、はい、でそれぞれの機能というのを徹底して追求していこうというふうに考えたわけですよ、でその機能の キーワードっていうのはね、濃度機能っていうものなんですよ。はあ、濃度機能ってあんまり聞いたことないでしょ、まあ問屋がそういうことを声高にきちんと喋らないから誤解を受けるんで、消費者から見た時にね、物が、まあ、手に入れる時に消費者から見るとね、一つの商品はメーカーが作って、問屋に来て、小売に来て、手に入れると、はい、そう、小売さんは必要だし作る人も必要だけど、問屋っていらないじゃないかと、それ当然の発想が起こるわけですよね、でこれが実は、まあ、一つの時はそういうふうに見えるんだけど、実はメーカーの数が、まあ、仮に100社、小売の数が100社というふうになるとですね、実はそれぞれがバラバラにトラックを走らせるとすると、100のメーカーから、100件に配るのに1メーカーは100台出さないと100件に配れませんよね、100メーカー ×100 小売で1万台トラックが走らなきゃいけない、この分母が大きくなるとこう急激にその比率が上がっていくんですけど、間に問屋が入るとね、100のメーカーは大きに品物を持ってくればいいんですから100台で、大きから100の小売に届ければいいんですから100台、そうすると200台でね、物流も完了するわけです、うまく交通整理ができるってことですね。そうです、そこでだから仮に1台1万円かかってるとするとね、問屋がないと1万かける1万円のお金がかかる、だけど問屋があると200かける1万円で200万で済むと、この機能がね、なかなか分かりにくいですけれども、存在、この流通という中間流通というのが存在するかどうかでね、その相当ざるの社会が負担するコスト、これが全然変わってくると。それがあれですか、流通コストのナショナルミニマム、それが流通コストのナショナルミニマムにつながっていく。我々がやっていることは、社会にものすごく貢献をしていることだと、この機能をもっともっと広げていかなきゃいけない、消費者のイメージで見るとその真ん中に中間搾取してるみたいな、いらないじゃないかと、これがない方が安く手に入るんじゃないかと思うんだけれども、トータルで考えた時はそうじゃないんだと、今 100×100 のルートで、ケースでいくとね、まあ、1万台のトラックはコストがかかっていくわけですよね、1万台にコストがかかって、それは誰が負担してるかっていうと必ず消費者が負担してるわけですよ、最終的には。それが説得力のある議論ではありますね。だから そのことをやっぱり、まあ、外に向かってもそうですけど、社員にね、我々がやってることはこういう、機能を持った仕事をやってるんだと、それを会社の中では我が社は流通コストのナショナルミニマムというのを実現する中間流通業なんだと、では続いての変革、そのキーワードは何でしょうか。潜在需要の顕在化です。危機的な経営状況から脱却し成長路線へと歩み始めた老舗企業大きい、さらなる業績拡大のために松井が推し進める事業戦略とは。
まあ、卸っていうふうに言いますとね、どうしてもそのメーカーの方からその仕入れた商品をこう小売の方へ流していくと、そうするとそこで相当な価格競争っていうのが起きるんじゃないかという気がするんですが、そのあたりのところっていうのはどういうふうに工夫されてるんですか。小売さんもね、狙いとするところはやっぱり消費者の支持を受けたロイヤルカスタマーがたくさんできて、そしていつも買いに来てくれるという、それを小売さんも願ってるわけですよね。と我々もそれと同じ立場で、その新しいお客さん、固定客ができる、そういうことを協力するパートナーになりましょうということにしたわけですよ。だから私の会社に電話してもらうと、流通パートナーの大木ですってお答えするようにしているんですよね。つまりメーカーは物を作る人、から小売さんは店頭にディスプレイして消費者に訴えてくれる人、その両者は私らのパートナーですね。そして我々もまた小売さん、メーカーさんと同じように消費者の満足というのを実現していくための業態に変わっていこうと。まあ、最終的には要するに需要ってものがなければ、その物流も必要なくなっちゃうんですが、その需要をどういうふうにして喚起していくのかと。先ほど需要の顕在化っていう、潜在需要をまあ顕在化させるって言いますかね、ということをおっしゃいましたけども、まさにそのための仕組みっていうことになるんですか。需要というのは消費者は100の需要があったら100いつも意識してるかっていうと、とんでもないですね。そうですね。買い物袋を持って店頭を出た時に、その買い物袋の中身でね、これは目的購買で買ったものですか、店内で買った、決めたものですかっていうのを調べるとですね、目的購買っていうのは品物の代替えね、このブランドを買おうと思ったけどこっちが良かったからこっちにしたというのもひっくるめた目的購買っていうのは2割きりないんです。そうなんですか。たったの2割。あとの8割ですね、10個買うと8個はですね、お店の中に入って決めたっていうか、あ、これもいいねって買っちゃったと。これもいいねと言って、あ、これも必要だねって言って、関連購買だとか衝動購買だとかを店頭が上手に起こすとね、8割はそういう買い物なんですよ。で、それはね、100円ショップって目的で買いに行くことほとんどないでしょ、だけど10個ぐらい買ってきますよね、パッと入るとどうしてもね。それはその消費者にとってニーズに気がついていないニーズを、あの店にあるから10個の購買が起こるわけでしょ。でそういう消費者そのものが気がついていない購買活動というのを起こすために、その理論があるんですけど、それがインスタマーチャンダイジング理論というね、理論なんですよ。この消費者の行動からいくと、まずお店に入ってからの動線長かける立ち寄り率かける視認率、視認って見て視認率かける買い上げ率、こういう要素公式っていうんですか、それがきちんとこの充足されているかどうか、それを小売さんと共有する、だから教育でうちの営業にはインスタマーチャンダイジング理論というのを徹底的に教育をしている。やっぱり今一番まあ問題になっているのはこの地方の独立店で、一番皆さんが接するところに商品がなきゃ、これは消費者はまた、そうですよね、行ったって買えないんですからね、行ったって買えないんですから、もう需要が潜在化してしまうんで、なるべく多くの店頭に商品を確実に届ける。それ具体的にはどういうシステムを使われてるんですか。インディペンデント用のですね、パーシャル会っていうその組織を作ってね、で小売さん1店経営するんでも、薬屋さん1店経営するんでもね、大体20ぐらいの、最低20ぐらいの製造業と、製造業流通業と取引しないとできないんですよ。でそれをまあ私の会社では全部まとめて、発注してくださいとしたら全部届けますと、そういうね、仕組みを作って、で各地の一般店のね、まあ少なくとも流通がないという状態は
なくしていこうと。情報のシステムってはどうなってますか。情報はね、携帯電話の端末にジャンコードを読めるようにして、それで数字をちょこちょこっと入れると電話回線でね、発注が剥がせると。それはね R2M と名前つけたんですけどね。やっぱりその辺は命綱になってくるんでしょうね、うん、情報っていうのはね。やっぱりね、堀さんが、まあ、一番必要にしているのは、まあ、そういう物流と情報とね、ええ、うん、やっぱりね、単独でやると ね単独の卸が20社も行ってるととても、うん、もう効率悪いからお宅来月から来ませんとなっちゃう、ね、でも、まあ、私のところは全部の会社の分を一括してまとめて、うん、いっぺんで届ければ、はい、まあ、デリバリーの効率も出来上がってくるというので、うんうん、独立店の方の評判というのはそうするとどうなんですか。結構あの好評です、はい、みんな困っていますからね、うんうん、困ってるところにこう救いの手を差し伸べたような形になったということです、お互いにじゃあ、はいはいはい、ウィンウィンの関係になるということですからね、3月11日に発生した東日本大震災。この時リーダーは何を感じ何を思ったのか。今年は何といってもね、3月の大震災で、この時に改めてその物流の大事さっていうのを我々も思い知らされたわけですけども、実際にお仕事をなさってて、どうでしたですか。はい、あの私ね一番ね、その感じたのはね、その大衆薬がもう生活者の本当の生活の一部になっているというね、ことを痛感しました。便秘薬だとかね、頭痛薬、風邪薬、ね、もうないから困るから送ってくれと、そういう声がねもう本当にたくさんあった。ただ現実にそのガソリンはない、トラックはないね、混乱してて入れないというような状況の中でね、それでも医薬品の流通って緊急物資でね、はい、そうですもんね、はい、あの認定されましたんで、うん、はい、もう震災の直後から10トン車をチャーターしてね、もう徹底的にあの救援物資を運ばせてもらいました、はい、うん、大衆薬に対する要望が強いというのと、うん、実はねお店がね、はい、もう被災した翌日ぐらいからね、トイッターでも並べてもね、その商品の供給を再開してくれたわけですよ。なるほどね、これはねやっぱりね、現実に目に見えるインフラというのがね、どれだけ流通の上で大事か、ね、サイバーの世界でね、このできているマーケットはね、やっぱりいざとなったらね、現実にトラックやっぱりリアルのものが必要だということが、リアルのものが必要だというのがね、やっぱりあの生活者の方も分かってもらえただろうと思うし、まあ分かってもらうための努力を一生懸命やったのもかえってね、評価を、そういう評価を、消費者の評価を高めたというふうに思っています。震災前と震災後っていうふうに比較した場合にはやっぱり変わったことっていうのはありますか。うん、あの震災後はね、まあ、我々のそのリスクに対するその考え方がね、随分我々も変えました、うんうん、どういうふうに、はい、今までデータをバックアップを取るのにデータだけバックアップしてたんですけど、いざとなるとねデータだけではどうしようもないんですよ、はい、やっぱりオペレーションレベルでね、そうですね、そのバックアップ体制を取らないと物が届きませんから、やっぱりまあ、基本的にバックアップ体制っていうのはオペレーションレベルのバックアップ体制というのをしっかり作っておかなきゃいけないなというふうに考え、実際にいろんな手を打ちました。で、小売さんの方もやっぱり改めて経営者がね、店員さんを再評価するというね、大変いいサイクルですよね。なるほどね。いやね、あの店員がね、翌日からね、問いたで商売を返してくれたっていうね、いや、うちの社員はありがたいなっていうね、いやいや、本当に素晴らしいね、このお店の存在するということの意義をね、すごく感じて、小売さん自体がね、店員さんも感じた。そうですね。
これはね、我々この、薬を中心にしたね、その流通というのが本当に頼られているんだなと、うん、みんなが実感できたというね、素晴らしい効果があったと思います。本当に人の力っていうのがね、はい、そこで見える形で出た、はい、ということでしょうね、はいはい。リーダーにとってのビジネスの原点、大切な思い出、賢者のオリジン。松井社長は今日は何をご持参いただきましたでしょうか。はい、私はですね、はい、この青函賞というですね、はい、韓国の特産の高麗人参を、はい、6年育てた高麗人参を、蒸した、蒸して乾燥させた製品なんですけど、お薬なんですね。はい、これ医薬品です。これを粉にして医療用の世界でも、弊社からお医者さんにも供給させてもらっています。どういう思い入れがおありなんですか。実は私はこの大木という流通会社に来て、流通を確保するということで、いろいろ一生懸命やりました。しかしその中でやっている大衆薬というのの、この意義についてね、改めてこの感じさせていただいて、これをもっともっと業として消費者のために、勉強してやっていかなきゃいけないというふうに考えさせられたのがこの商品なんですよ。薬にはね、対症療法薬っていうのと根治薬というのがあってね、皆さんは薬飲むと根治薬だと思っているんですけど、おおむね多くは対症療法薬で、風邪で熱を下げてる間に自分の自己注力で、根治するということなんですよね。だこういう体系そのものが対処の中にあって、そしてその病気を治す活動を消費者の皆さんがされている。だから我々これよく勉強してね、店頭を通じて消費者に訴えていかなきゃいけないなと。現在のビジネスとはそうするとどういうつながりっていうふうに考えればよろしいんですか。これを、理解していただいている、小売りのチェーンの皆さんに、しっかり売っていただいて、はい、情報はね、実はね、今情報大事って言われるけど、情報をね、いくら喋ったって、理解してもらえない。一番理解してもらうのは、いい商品があって、それをこうやって飲みなさい、ね、して、いいのを勧めてくれて、治ったとかね、症状が良くなったという時に初めてこの情報が生きるんだし、いい情報で、そして伝えてくれた人は評価されて、そう回っていくわけですよね。だからそういう回り方、今もう日本は医療のこの財源破綻と言われてますけど、やっぱりこういうその根治薬をね、上手に使う、それを店頭と一緒に、消費者に伝えていくと、こういうことが私は大事な場面だと思ってます。効果っていうのはどうしても個人差はね、はい、あるでしょうけどね。はい、では続いてですね、これから手掛ける変革のキーワードは何でしょうか。消費者の、新たな満足を求めて、世界に一つきりない中間流通業を作っていきたいと思います。物流の世界に新たなビジネスモデルを築こうとする松井。そこで必要とされる次なるイノベーション、そして経営理念とは。リーダー&イノベーション、賢者の選択。今回お招きしておりますゲストは、大衆薬専業卸のオンリーワン企業、株式会社大木の代表取締役会長兼社長の松井秀雄さんです。松井さん、先ほどね、やっぱりこれからは世界に一つしかない流通業を目指すとおっしゃいましたよね。これは具体的にどういうふうに、どんなイメージなんですか。私の会社は先ほどから言っているように、小売さん、メーカーさんをパートナーとしてね、その潜在需要をこう常に、時代は変わっていく、消費者も変わっていきますから、常に潜在需要を喚起できるような商品を調達し、製造し、供給していく、究極はこの我々のそういう潜在需要を開拓していく仕事がね、多分
生活者の新しい生活シーンにね、うん、常に、まあ、うちの商品うちを経由した商品があるという状態になったら素晴らしいというふうに思いますけれども、うん、だから今ある卸の形のどれにもこだわらない、うん、やっぱり価値観をしっかり持ったその中間流通をビジネスモデルとして作っていきたいという、うんうんことなんですよね。いわゆる慣習じゃなくてやっぱり科学的な理論に基づいて合理的なやっぱり流通のあり方ですね、これからのそういうのを追い求めるというふうに理解すればいいでしょうかね。そう、もう本当にそうしていきたいですよね。はい、では最後にリーダー論をお聞かせ願いたいんですけども、はいね、松井社長が常に心がけていらっしゃることがありましたらお聞かせください。で私は制度語呂ってね、皆さん聞いたことないと思いますけど、制度語呂、制度ってオーソドックスっていうのは正しい道ですよね、はいはい、王道って言いますかね、でそれが実は5つぐらいあるんだというのが私の、覚悟というかね、五道っていうのは5つの道と書くわけですか。正しい道は1つじゃなくて5つはあるぞと、意外ですね、だから、はい、あるべきだ論で会社の中で議論してもしょうがない、うん、一つ決めよう、はいね、でそれにみんなで向かっていこうと、うん、これが私の経営哲学でね、うん、人間ってね実はね弱いものなんですよ。マズローの行動学にも、はい、一番最初は食欲でしょ、そうですね、次ね性欲でしょ、次にこの群れを作る欲でしょ、はいはい、その中に何者かになりたいっていう欲でしょ、うん、その最後のところでやっぱり人間らしいね、うん、せっかく生を受けたんだから、うん、社会に貢献し皆さんのお役に立ちたいっていうね、これ実はね指と同じで小さい、うん、だけど大事なんですよ、ね、だけど大事ですよね、だからこれをねいつも実現していくためにはね、うん、やっぱり何人か集まってね、それでお互いにね、うん、お前ダメじゃないかとかね、うん、しっかりしろと励まし合わないと、はい、この指はついついね、うん、こっちの指の方が強いからこうなるんで、そういう意味ではね、うん、会社自体が社会貢献というのを目指す小さい弱い心の集まり、はい、それでこうまとまっていかなきゃいけない、うん、それをまとめていくのがリーダーだから、うん、私は完璧な人間なんていらないと、はい、組織を必要とするそういう人が必要なんだ。うん、あ、それはちょっと面白い考え方ですね。いやいや、完璧な人間だったら一人でやればいいんですよ。やっぱりね、完璧じゃないからみんなで集まってやっぱ切磋琢磨していく必要がある。そのために組織があるんだ。なるほど。で、一個で行くのが語呂あるから一個に決めようっていうのがリーダーとしてね、どうしても必要なんですよ。みんなそれぞれ違うことを言ってたら力にならないから、リーダーはその語呂あるうちの一個をね決めて、みんなでまとまっていく、うん、なるほど、ちょっと勇気づけられた感じがしますね、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。